皆さんこんにちは、マネルグルビッシュです。では今回は源平合戦、源頼朝編続きをプレイしていきたいと思います。現在1183年の4月になっています。で、前回は京に入って兵士を都から追い落とし、さらに周辺興福寺、福原、丹波と攻略を行いました。これによってですね、兵士とほぼ互角の戦力を揃えることができるところまで盛り返してきています。今回その続きになります。依然として西には強大な兵士が、そして北には陸奥に佐竹がいるという状況なので、勢力が大きくなったとはいえ油断せずにやっていきたいと思います。では早速時間を進めていきたいと思いますが、まずはですね、中国地方を山陰を義経に、山陽を頼朝にそれぞれ攻略を担当してもらいたいと思いますので、そのように差配をしていきます。では兵の準備が整いましたので、まずはですね、丹波から美作まで軍を進めたいと思います。ここは義経に引き入らせて出撃です。では、美作を攻略します。このまま、頼朝、義経、それぞれ西へと進軍を続けていきます。義経と弁慶、ここはね、相当な戦力ですね。あとは、熊谷直光も、とてつもない能力を持っているので、現状の源氏のトップ5に入る武将のうち3人が、ここに今、集っていると。まあ、そういう状態ですね。敵の方はすでに兵力もすり減ってますね。ここは一気に攻め落としましょう。はい。義経の前に佐竹、高吉撃破です。では論功交渉に入ります。京の制圧、その周辺も確保、さらに西に向けて行軍中と。いう中、朝廷より、官位がね、配分されましたので、これも分け与えていきたいと思います。義経が頭一つまた抜けてますね。では、一通り官位を授けていきます。では頼朝ですが、義経に遅れていますが、このまま山陽地方、次は播磨を狙います。義経はさらに西へと向かわせましょう。播磨は敵と戦うことなく接収しています。こうなってくると義経はビンゴまで進出させましょう。で、兵士を圧倒する戦力になってきたらですね、今度朝廷が我々に対して牙を向いてくる可能性があるので、朝廷との交錯もね、しっかり行っておきたいと思います。中国地方は特に兵士の抵抗なく、ビンゴ、播磨と攻略しています。備中は頼朝に任せて、この後ですね、義経は九州へと渡海してもらいたいと思います。では、続いて頼朝は備中へと攻め込みます。備中も敵の抵抗はないですね。続いて、義経ですね。これは、厳島に入ります。厳島には敵がいそうですね。
まあ、ただここは本当に強い義経軍なので敵をね蹴散らしていきたいと思います。では早速回戦していきましょう。敵はちゃんと5人武将揃えてますね。ただ完全に逆転してるな。動員兵、増兵を含めて完全に義経軍が圧倒できる状態になっています。かなり勢力が広がったことによって武将不足が深刻になりつつあるので、ここは全員捕らえてできるだけですね士官させるように仕向けていきたいと思います。はい、敵の蓮池家綱まであってますかね、大将を撃破しています。ほとんど損害なく攻略完了です。では義経軍はこのまま周防に向かってもらいます。敵の抵抗を受けることなく制圧完了ですね。義経には戦争、まあ、つまり合戦、戦をやらせている間、頼朝はですね、朝廷工作を行っておきたいと思います。なんだったらもうちょっと高い官位が欲しくなってきた頃でもありますよね。官位をくれと、せがんでみましょう。金に苦しんでいたあの頃が嘘のように今は金があり余ってますからね。金を惜しみなく朝廷に献上。結びつきを強くしておきます。このゲームはどうやらですね、勢力が大きくなると朝廷がその勢力に対して、まあ反抗的な戦略を取ってくるようなので、しっかりと朝廷との関係をね、高い状態を維持しておきたいと思います。官位はもらえませんでした。では下関へと義経を進めます。敵の抵抗を受けることなく下関も制圧完了です。では一旦下関に入ってもらいましょう。この後九州へと渡海する作戦を準備してもらいます。頼朝はこの後四国に渡ってもらいましょう。史実では頼朝はね、鎌倉にあって、まあ、政治面を重視していたようなんですけども、このゲームの中ではね、頼朝しっかり合戦も指揮してもらっています。では、このあたりで一度ですね、武将、どんな武将がいるか、改めて頼朝陣営確認しておきましょう。まずは何と言っても、義経ですね。宝や官位などを授けて、武力は106まで上がっています。これは相当ですね。あとは、頼頼。これもね、頼朝の近親者ということになりますので、官位を授けて動員力も上げています。あと、武力が高い武将で言うと、もう、改めて紹介する必要もないですが、弁慶ですね。これ、義経と共にあります。あとは、熊谷直実。これもね、かなり強力ですね。武力95。有名84です。あとご紹介しておきたいところで言うと、和田義盛。これは初代侍所の館長を務めた人物というだけあってですね、能力がとにかく高い。知才も81。武力90。有名81と。動員兵力も1800を超える。まあ、そんな人物ですね。では、文官はというところなんですけども、文官で言うとですね、初代執権、時政、地裁が94。で、あまり合戦には参加していないんですが、やっぱりね、その、文官としての功績が高いので、どんどん昇進してますね。そして大河ドラマの主人公小栗旬が演じている義時、彼もねやっぱり時政の才能を遺憾なく受け継いでくれて地裁90というところですね。
その他で言うと、梶原の景時。これね、まだ、動員力上がっていないんですが、この先少しずつ昇進をさせていきたい。まあ、そういうパラメータを持っている人物です。あとは、三浦義村ですね。彼もね、地位非常に高い、武将になっています。まあ、こういったところをうまく使いながらですね、残っている四国と九州、これを平らげていきたいというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、九州と四国の制圧戦、進めていきたいと思います。